本日は BC リーグ埼玉武蔵ヒートベアーズのファンミーティングに潜入ということで、その模様をお送りいたします。2019年 NPB 指名選手も参加したこのファンミーティング、ここでは選手たちの素顔が見られます。それではご覧ください。はい、どうも、ちょいデビです。本日はですね、こちら上尾市文化センターに来ております。今回埼玉武蔵ヒートベアーズという独立リーグがありまして、そのファンミーティングを今回取材ということで、潜入ということでさせてもらいます。で、本日はそのファンミーティングの模様を動画で、ちょいデビ来てもうがっつりアピールして、中にはドラフトに指名された選手も来るということで、いい動画撮れればなというふうに思います。それでは行ってみよう、行ってみよう。画質が良くなった。こちら準備中ですが、選手たちで準備をやっておりました。選手に難しい。いい勉強っす。なかなかないことじゃない。そうっす。いいね、いい、いい感じ、いい感じ。そして会場が始まりまして、続々と参加者が入場していきます。ムコーズのレオルドも来てる。さあ始まりました、ファンミーティング開始。お待たせしました。これよりファンミーティングクリスマス会を始めます。選手一同礼。本日YouTuber の方をしております、翔平 TV と言います。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。紹介バレちゃう。野球 YouTuber です。はい、皆さんどうぞ見てください。先日宮野原選手を取材させてもらいました。ぜひとも見てください。お願いします。お願いします。ファンの方々から事前にいただいた質問に答えてもらいます。試合前や打席に立つ前に行っていることやルーティーンはありますか？僕が試合前に行っているルーティーンは、おにぎりを食べることです。かわいいよ。僕が試合前に行っているルーティーンは、その前の日にピッチャーのよく先発予定なので、そのピッチャーの球種だったりスピードを頭でイメージして試合に臨んでいます。ありがとうございます。では質問は以上になります。どっから質問ですか？そうですね、埼玉で、好きな場所はできましたか？ありますか？やっぱり熊谷が一番。僕、選手のみんなが鴻巣だったり北本に引っ越したんですけど、僕はずっと熊谷に残ってたんで、熊谷市民の皆様、これからもずっと住み続けてください。お願いします。
出るのに。いや僕は出ちゃうんですけど。そしてこの後はスクリーンにて選手たちの写真など紹介されました。選手たちの素顔やプレーをしている姿の写真がたくさん写っておりました。来年はヒートベアーズの試合を見に行きたいなと思っております。皆さんお楽しみいただけたでしょうか。どうでしたか皆さん。今日はサンタさんとトナカイさんが子供たちにプレゼントを、持ってきています、サンタさん、トナカイさん、登場してください。メリークリスマス。でかいね。メリークリスマス。はい、メリークリスマス。食べる？はい、メリークリスマス。いきます。はいはい、チーズ。じゃあいきます。はい、チーズ。 OK です。おめでとう。 YouTube なんかですね、普段場内アナウンスを担当しています遠藤と申します。よろしくお願いします。まあ、ちょうどバイクの報道ですね。はい、今ですね、このように最後しますけども、そして一番端にいるのが同じく、場内アナウンスを担当しております石山香織と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう僕は皆さんと一緒ですね、このベアーズロスを埋めに来ました。今年はあまり活躍できなかったですけど、来年は少しでも、チームに貢献して優勝できるよう頑張っていきますので、来年も応援よろしくお願いします。自分も一緒で、今年は勝つことがちょっと少なかったので、来年は皆さんと一緒に喜びを分かち合えるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、マッキースペシャリスト石田選手の登場でした。フリースポーツ拍手をお願いします。僕もこのベアーズで3年間プレーさせていただいて、まず最初は18歳で高校卒業してすぐここの何も知らない埼玉に来て、まあ、世間の社会の厳しさなども何も知らない状態だったんで、まあ、いろいろ苦労もしましたし、野球の方も全然うまくいかなくて、まあ、その時は全然舐めてたっていうのもちょっとあって、練習を全然してないっていうのもあったんですけど、やっぱりでもこの厳しい環境と言われている BC リーグのこのベアーズでこうやって3年間堂々とプレーできて、今今年こうやってジャイアンツに育成ですけど指名をしていただいて、ベアーズのファンの皆様の熱い支援のおかげだと僕は思っているので、これからジャイアンツ球場だったり東京ドームで活躍必ずするので、ぜひ足を運んでいただいて、そうだーといつも通り大きい声で叫んでほしいと思っています。3年間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当です。ベアーズを振り返っていただき、そしてメッセージもお願いします。はい、僕は1年間だけだったんですけど、この1年間はもう僕が10年ぐらいいたんじゃねえかってぐらい濃い内容の感じで、まだ欲しいのにね、今こうやって過ごしますけどね、ものすごく楽しかったですし、また試合中はファンの皆さんだったり、ファンの皆さんがいたおかげで僕も楽しく投げれたの一員になるので、皆さんユニフォームを買っていただいてくれれば僕にちょっと収入が入るかもしれないので、そこを期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。もう東京駅だけなくて東京駅も見返してます。東京駅お持ちでした。いや、なんか余りましたよね。ジャイアンツに入って育成出身の中盤の顔になれるように、そんな選手になれるように僕自身努力していきたいと思っています。僕はベアーズ3年間で優勝できなかったんで、今
残っている先輩方に何としても優勝していただいて、僕自身も一軍に早く上がって優勝日本一になれるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そうですね、今は武蔵のイブチャンヨンなんで西武の松チャンヨンになります。お願いします。新しい道でまた活躍されると思いますので、その皆さんのね、あの新しい未来に活躍を期待しながら、このトークショーは締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。お開きお願いします。今日楽しんでいただきましたが、ちょっと最初アクシデントもあったんですけど、皆さんと一緒にこの空間の中で一緒に楽しむことができて本当に良かったと思っています。で今年本当皆さんの温かい応援があったんですけど、もう一歩優勝には近づけなかったんですけど、本当にこういう風に一試合一試合たくさんの方が来ていただいたおかげで最後まで全選手がやり抜くことができたと思っております。で来シーズンももう一度チームをしっかり作り直して、そして優勝に向けて一丸となって戦っていきたいと思っていますので、来年からも応援よろしくお願いします。皆さん来年もお願いします。僕は個人の時からですね、ベアーズにお世話になっています。今年ドラフトにかかった加藤選手、松本選手、指名の名前が出た時はベアーズとして本当に本当に涙が出ました。嬉しかったです。来年は一人でも多くの選手がドラフトにかかること、そして優勝、まだ僕も優勝見てないので、皆さんと一緒に優勝の喜びを分かち合いたい、その思いを込めて歌い出したいと思います。よろしくお願いします。今回の取材で選手とファンの絆を感じました。来年埼玉武蔵ヒートベアーズ優勝を目指して頑張ってください。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが忘年野球大会しましょう。メールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。プレゼントしたいと思います。こちらのバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm 740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。君と対話いらない Breaking the night
切るのさ磨き抜いた綺麗